天文教育世界をつなぐキーワードとしては世界70億人と宇宙を語り合わないか口頭無形な話をしているわけじゃありません世界の天文学の研究者はみんなで協力してですねこの問題に真剣に取り組んでいますまず最初にですね現代の天文学が明らかにした、まあ、びっくりするような事柄のうちの一つだけ簡単に皆さんに紹介したい星は光ります光るだけじゃなくて光り続けてるんです その結果ですね軽い元素から重い元素それが作られてます具体的には水素からヘリウムさらに炭素窒素酸素もっと重い原子核がどんどん作られてますこの宇宙が輝く限り重たい元素が作られ続けてこの宇宙が豊かになってるんですで合成されたそのいった元素は星が死ぬ時に宇宙空間にばらまかれて次の世代の星を作る材料になってるそうすると 窒素や炭素や酸素私たちの体を作る元素皆さんの体が作られている材料というのは全て星の輝きの結果ということになっているでこの星の輝きを重ねていくことでこの宇宙がです、ね、いつの日か大地を作る材料を用意しその大地の上で命を作るものを用意したわけです、まあ、その結果が皆さんの体ということになるわけですある時に私はこのようなことを聞かれました「人が死んだら星になるんですか?」よく聞く話ですね ところが、星が死んだら人になったんです。人間はみんなですね星の輝きから生まれたわけなんです。皆さんの体に前世があるんですよ。生き物はみんな、この大地もですね星の輝きの産物、こういったことはですね現代の科学が明らかにしたことで、これを世界70億人の人にどう伝えるのかで、もちろん学校でも伝えるんですけども、学校だけじゃありません、科学館、街角、テレビ、雑誌、いろんなところで伝えます。 皆さんのセンスがぜひ欲しい、どうやって伝えるんでしょう、状況に応じて考えないといけません、新しい技術も必要です、説明の方法も磨かないといけません、それから、目の不自由な人、耳の不自由な人や、病院から出ることができない人にもですね宇宙を伝える、そういう仕事をしている人もいます。さんどう思われますかでもよく考えてください、我々の体はですね体として大きな制限を持っているわけです。実は私だっって宇宙に行ったことがありません でもいいんです、我々の頭脳がです、ね、宇宙を旅することができるんです、そう考えるとです、ね、人間の身体的障害ってのは大したことありません、どうですか、実際には我々の体の障害が,です、ね、が原因で,です、ね、宇宙を感じることができないとい人がもしいれば、そんなことがあっていいんですか、でそのためのいろいろな教材も開発する必要もあるし、そのための説明の方法も研究する必要がある。それから なんとですね紛争地にまで出ていくそんな方もいます人間の事情で喧嘩ばっかりしてますこの地球の上でしかしそんなんでいいんですか皆さんそういう時にですね科学の話で世界の人々の心をつなぐことってできるんですでそのために我々だけじゃなくて皆さんの若いセンスも欲しい我々のですね体の状況社会的な状況をですねそれを超えてですね宇宙で得られた考えを共有するこれも科学天文学の挑戦なんですでもどうやってやるんでしょうね そういう実践の内容教材の開発を研究する学問分野があるんです天文教育ですで、これは文系の方にも開かれていますぜひ皆さんにいい興味を持ってほしいと思います